シックスナインはアメリカ合衆国のラッパーである。2017年11月10日にリリースしたデビューシングルガンモがヒットしたことによって有名になった。シックスナインアメリカ合衆国ニューヨーク、ブルックリンのブッシュウィック地区で誕生。母親はメキシコ系アメリカ人、父親はプエルトリコ系アメリカ人であった。8年生の時に学校退学となり、 そのまま復学しなかった。2009年に父親が殺害され、ヘルナンデスは家計を支えるため大麻の密売を含む様々な仕事をしなければならなかった。ヘルナンデスは2014年に初めてラップの音源をリリースした。この3年間のうちにヘルナンデスは69の名義でスコーリフ、ヨカイ、ヘルシングステーションをはじめとする複数のトラックと ミュージックビデオをリリースしており、攻撃的なラップスタイルとメガボルト中に使用されたアニメ風のビジュアルによって注目を浴びた。彼の初期の楽曲の多くはスロバキアに拠点を置くレーベルである FCKZEM よりリリースされたものである。2017年4月、インはトリッピーレッドの楽曲であるポールズ1469にフィーチャリングした。 YouTube に投稿されたこの楽曲のメガボルトはシックスナインが参加した楽曲としては初めて高い視聴回数を記録した。レインボーカラーに染めた髪とグリルでカラフルに彩った葉、体全身に入れ墨された数字の69というシックスナインの蒸気を逸した見た目はインターネットミームとして注目を浴びた。シックスナインが2017年6月に投稿した。 インスタグラムのポストは、レディット、ツイッターの2つのメディアで拡散された。2017年10月にリリースした、商業デビューシングルである、ガンモは、ベイビルボードホット100で、最高12位を記録し、2018年の5月には、アメリカレコード協会により、ゴールドディスクの認定を受けた。699位での2つ目のシングル、コーダは2017年12月23日に、 ホット100の61位を獲得。ア、ブギーウィット・ダ・フーディとヘティ・ワップをフィーチャリングした3つ目のシングルであるケケは2018年1月14日にリリースされ、ホット143位を記録した。それから間もない2018年2月23日には、初のミックステープ、デー69をリリースした。このミックステープは、アルバム相当単位で5万5千枚を売り上げ、 ビルボード2004位を獲得した。ニューヨークタイムズのジョン・カレモニカはこのミックステープを躍進するサウンドクラウドラップの落とし子であると表現し、ヒップホップの規範やありふれたサウンドから抜け出そうとする試みは特筆すべきものであると記している。2018年11月18日、ナイントレイ・ギャングスターズのメンバーたちとともに殺人の凶暴麻薬取引、 強活を行ったとして逮捕される。2020年4月3日、新型コロナウイルス感染症の影響で釈放日、当初予定していた同年8月2日から4ヶ月、早め、クイーンズ区の刑務所から自宅監禁へ移行された。保護観察官の承認した住所からの外出は弁護士接見以外は認められず、本来の釈放予定日だった7月31日まで。 GPS により監視下に置かれる。その後、釈放後に SNS で位置がバレるのを防ぐために SNS を中断した。2020年8月1日に自宅監禁が解除され無事に終了し同時に SNS の再開を行った。今後は300時間の社会奉仕活動が義務付けられているため行う必要がある。2015年2月に13歳の少女と 性的関係を持ち、その様子を撮影した動画をオンラインに公開する事件を起こしたため、3件の罪状で起訴された。告訴状には公開されていた3件の動画についての概説が記されており、それによると動画には、共犯の男性が少女にオーラルセックスをさせる中、シックスナインが少女の背後で腰部を振りつつ彼女の伝部を叩く様子、 少女が69の膝の上に座り、共犯の男性に胸をまさぐられている様子、裸になった少女が699稲と共犯の男性の膝の上に座っている様子が収録されていたという。2015年10月、69は児童に対する淫行の罪を認めた。2017年のインタビューの中で、69は少女と性的接触を持ったこと。 少女が未成年者であったことを否定した上で、当時自分が17歳であったことを主張したが、告訴状の書面と警察の公式発表によると当時、彼は18歳であった。司法取引の結果、69は GED を取得すること、女性や児童に関する露骨な性的表現、暴力的な表現をソーシャルメディアに投稿しないこと、2年間新たな 犯罪を犯さないことを命じられた。もし、これらの遵守事項が守られた場合、69に課されるのは3年間の保護観察処分のみだが、守られなかった場合は3年の実刑を宣告されることとなる。2018年1月29日の法廷審問では、69が GED に合格しなかったことが明らかになった。 伝えられるところによると699イネが法廷にテスト結果の副写を持ってこなかったため判決は4月10日に延期された。また、69は未成年の頃にも暴行事件とヘロインの密売で実刑判決を受けている。ポールズ1469で699イネと共演したラッパートリッピーレッドは現在は削除されたインスタグラムのビデオで俺はロリコンとはつるまないと 自動陰行事件を起こした699イネを批判した。2017年11月には69が男性と手をつないでいる写真を投稿し、彼が実は同性愛者であると告発しようとした。その1ヶ月後、トリッピーレッドは宿泊していたニューヨークのホテルで襲撃された。彼はこの事件の犯人が699イネと裏でつながっていると主張している。 その後も、二人は、インスタグラムのライブ配信で、互いの悪口を言い合った。2018年5月、シックスナインは、インスタグラムのライブ配信で、トリッピーレッドが未成年のラッパーである、ダニエル・ブレゴリと性的関係を持っていることを告発した。トリッピーレッドは、彼の主張を否定した上で、彼が、女児インコ事件で、有罪判決を受けていることを繰り返した。 グレゴリもライブ配信で性的交渉の存在を否定したが過去にキスをしたことを認めた。2018年の中旬、シックスナインはチーフ・キーフ・トリルリーズをはじめとするシカゴを拠点とするラッパーたちと争った。2018年6月2日、チーフ・キーフはニューヨークの W ホテルで銃撃されたものの、被弾はせずけがは免れた。ニューヨーク市警察は事件に関わっている。 可能性があるとして、当時チーフ・キーフと争っていた699イネを操作した。事件後の2018年6月13日、69はシカゴのホームレスを訪問し、彼らに食べ物を与えた。その後699イネは、オーブロックの名前でも知られる、チーフ・キーフがかつて住んでいた団地のパークウェイガーデン、ホームズを訪問した。ありがとうございます。